はい、皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、保存版。高橋孝子流100%売れる商品企画の作り方、7つのコツということについてお話をしてみたいと思います。えー、今回は保存版と付けさせていただいたのは、えー、時期とか,か変わっても皆さんに参考になるんじゃないかと思って 神回ということで保存版にさせていただきました、えー、今回のテーマを決めた背景がえー、っとまあ売れる商品作りってね皆さんいろいろ考えるわけじゃないですかで結果出して売れなくて困るわけですよねということは最初から売れる商品作ればいいわけで っていうことを、まあ、皆さん知りたいじゃないですか、当然。最初から売れる商品、しかも私今100%ってね、書いてますからね。100%ってどういうことなのっていうふうに思うじゃないですか、普通に。で100%売れる商品の作り方って知りたくないですかはい。で、あの、これ実際に私がやってる方法なので、うん、まあ、あの皆さんがね、全員同じようにできる かどうかは別問題としてエッセンスとして取り入れてほしいので、今日はその内容をお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね。早速本題に入りたいと思います。えーと今回7つのコツということでお伝えをしていますので、コツ7つあります。で、段階を追って7つあのご説明をしていくんですけれども、細分化したら多分ね。もっとめっちゃ細かいんですよ。 細分化したら7がそうだな、30ぐらいになりますね、細分化したら。だけど7。とりあえず大きなもの、7をお伝えしていきたいと思います。えー、と、まず一つ目、リサーチですね。調査。どんな風に調査して企画を考えるのかっていう出だしのところです。で、2つ目、えっ、ー、と、ペルソナ設定。まあ、これはいろんな人がね、普通にやっている 誰にどんなものを販売していくのかっていうところの誰という部分がペルソナ設定になります。で、3つ目、えー、ここが結構大事なんですけど、ペルソナ設定をしたらラフな商品企画作っちゃいます。ラフな感じで、とりあえず、あの内容とかどういうものでとかいろいろそういう面も含めてですね、ラフな商品企画作ります。で、4つ目、引きがいいキャッチーな紹介文章ですね。 これは SNS とかメールマガとか LINE とかご自身の、ね、一番近しいお客様がいるところに流すようにあのランディングページと呼ばれるめちゃくちゃ本気のしっかりした長いものじゃなくてあの調査のために投げるためのとはいえ興味を持ってもらわないといけないのでその引きの良いキャッチーな文章紹介文章を作りますで実際に5つ目それを 投げてみますそのクライアントさんとか自分の近しい人がいる時、まあ、別にあの近しい人がいない場合には自分が普通にやってる SNS で普通に投げるんですけどねでここで反応を見ます反応を見ます、えー、欲しい人がどういうふうに欲しいように反応してくれるかっていう欲しい回答をどうもらうかっていうのも設計しておかないといけないんですけどまあ、とにかく欲しい人が出るかどうかっていうのを反応を見るっていう感じ。 なんですよでどうやら欲しい人がいるらしいっていうのが分かったらその人の欲しい度合いがどれぐらい欲しいのかっていうのは測る必要はあるんですが次に商品をちゃんと作ります。えー、6番番番目目目ですね5番目が反応を見るる商品をちゃんと作る え、それが販売できるレベルまで作り込みます。だから3番でラフに作って、4番で軽く紹介して反応あるかどうか見て、5番で反応があるかどうかが分かって、こういうタイプの人が欲しいんだなっていうのが見えたら、その人に向かって6番目商品を作ります。しっかり。で、それが盛り込まれた7番。 真剣に企画をランディングページと呼ばれる申し込みページにします。これがまず基本過程です。で、それをじゃあどう実際売っていけばいいのかって言ったら、5番目ですね。反応があった欲しいと言った人に7番でちゃんと作った LP を見せます。これ売り込むんじゃなくて見せるだけでいいです。欲しいって言ってるんだから、 その商品がよりいいものでしっかり具体的に内容が分かったら買ってくれる可能性が高い人だからです。なので、まあ、ここの判断を見甘やると一生懸命作っても売れないことがあります。だけど、大概5番で反応がじゃあ例えば1人だとちょっと微妙なんですけど5人とか10人反応があれば まあそのうちの23人は買ってくれるでしょうっていうまあなんとなく予測値、まあ、なんならあの10人が全員買うっていう予測値があってもいいんですけどとにかく軽く反応があったものだけ真剣に商品作ります。これ結構ねポイントです。はいえー、っと私基本この形でほとんどの商品を作っています。 先にお客様がいるるかかかどうをを確認してから商品作りをすすんですだから人によっては二度で間っていう人いますねラフなものを作って本当に売れるかどうかを確かめてから本当の商品を作るっていうまあただこれ製造とかあのマーケティング大企業のマーケティングとかはテストマーケティングとか言って言って。 あの、プロトタイプっていう商品を作って、それが本当に売れるかどうかとか、いろいろまあ不具合が出るかどうかとか、確かめてから本製品作るっていうのは、普通に普通にやられていることで、それを個人事業レベルでもやった方がいいっていうことなんですよ。なぜならば、あの、真剣に作りすぎて、思いを込めて作りすぎて、時間も内容も写真もめちゃくちゃ真剣に撮って売れないとダメージが大きいからです。 はい、私は売れる商品しか本気で作らないのでそもそも売れるかどうかを試すというか聞いてみて全く無反応の商品は作らないんですよここポイントですだから100%売れる商品になるんです売れるっていうか欲しいって言ってる人がいるものしか作らないからですで、要は真剣に作っちゃってからだと 売れないと困るじゃないですか。いろんなもの、動画も撮ったり、何もしたり、カニもしたりって言って、売れないと困るじゃないですか。だから皆さん集客に困るんですよ。だけど、例えば、それこそ私、ライトに作る紹介文章なんて、まあ、それなりにキャッチーなタイトルにしたりとか、それなりの内容を考えますけど、すごいいっぱい写真入れてとか、ランディングページ一生懸命作ってとか、じゃないですから、 文章だけで読ませて反応があるかどうか見るんですよ。まあ、1枚ぐらい写真はつけるかもしれませんけどね、バナー。そのレベルって30分かかんないんですよ。要は企画アイデアのところですね、特にリサーチのところとか、この人かなっていう、これがあとは妄想レベルだったりするときもあるし、まあ、仮説検証みたいなところ。りあず商品企画をこんなんだったら喜ぶかなっていうラフな感じ。だって金額とかも細かく決めてない状態ですから。 で、そもそも欲しいですかっていうのを投げるんですよ。で、欲しいってなって、今度はその人は本気で欲しいかどうかは価格と価値を今度その人が考えることになるので、その前段階、まず感情が動くかどうかを確かめたいんですよ。で、出した、あ、どうやら欲しい人がいるらしい、わかりました。だから商品をちゃんと作るんですよ。 これ、多分皆さんがやっている工程とちょっと違うはずです。なぜならば、多分、これ、まあ、そのお客さん聞く、声聞く人ならまだマシなんですけど大抵、私これを習ったんで、この資格を作ったんで,で、こういう講座作りました、発表しました、売れないです、大体このケースでご質問を来ることが多いです。あの何か持っているそのスキルをもちろん売るのはいいんですよ。 売るのはいいいいんだけどリサーチしててないよよ。ねっていう話ですよ誰に売れるのか分からず商品設計と作るだけ作っちゃって売れないですってそれ売れないですだから私が商品がほぼ売れるっていうのは外さないっていうのは売れるものって分かってるものしか商品作らないからですじゃあそのちょっと軽く投げる引きのいいキャッチの文章4番目ですねこれをやって反応がないことはあるか という話なんですが、ありますよ。普通に。<laughs> あれとか思って。だってそもそも、リサーチして、ペルソナ設定して、誰っていうのを設定して、どんなものってやって、ラフな商品企画。で、引きのいいキャッチーの文章。で、反応がない。あり得るんですよ。で、そういう企画は、しれっと闇に葬ります。<laughs> だってどうせみんなが、 あの興味持ってないようなレベルのものなんだから私的にはキャッチーなように書いてるのに興味持たれないっていうことは記憶にも残らないレベルなんですよ。ということはその企画がなくなっちゃったとしてもですね誰も覚えてないんですよ。で次っていう感じなんですそうすると私、超一生懸命 LP とかねランディングページ申し込みページ作っちゃった後じゃないから、まあ、また引きのいいキャッチーな文章を書いて、まあ、もちろんあの調査しますよ。 っていう感じでやるので100%売れる商品作るっていうのはあの皆さんが欲しいって思う商品しか作らないからです。でこれをやると何が困っちゃうかっていうと欲しいっていう,ふうに思ってから商品のリリースまでのタイミングが遅すぎるとあの熱が冷めちゃうんですよだから欲しいっていうのが分かってからあ多分これ売れるなって言って真剣に商品企画を作ってページに起こすまでの時間。 タイムラグなるべく減らします。可能だったら1週間。どんなにかかっても1ヶ月です。で、その間にページも作りながら本編の講座に必要なもの、資料、えー、動画必要とか、レジュメ必要とか、ランディングページ作りながらそっちも作っていくんです。で、なんなら募集かかってるけど、まだ講座全部終わってない時あります。講座作りながらさらに追加の講座作っていくっていうスピード重視。 で、やっていく感じでやってます。だから、皆さんの熱が冷めないうちに、欲しい商品を欲しいもので目の前に届ける。で、皆さんここでもう一つやっちゃうのが、全部出来上がってからページ作るんですよ。準備できてから。私は違うんです。欲しいっていう人の、まず欲しいを確定させて、でか、例えば6ヶ月講座だったとしても、1、2ヶ月しかできてなくても走らせます。で、 最後はちゃんと帳尻が合うように作るとかっていうのはよくある話です。ということはこれをやるためには自分のスピードを理解している必要があります。ページを書くスピード、写真を用意したりとかデザインをするスピードで。自分のスピードが足りなかったら外注さんの力を借りる時もあります。ということは普段からそういう外注さんとお付き合いしてないと急に頼んでも思うように動いてもらえないです。 だから普段からお仕事もやってもらって、通関の中になっておいてもらって、これ作ってって言ったら、はいって言ってすぐ作ってもらえる環境も整えていく。だから普段からの準備と、その、えー、一生懸命バーッと作らなきゃいけない時の準備ってまた別物なんですよ。これをまずね、分けてほしい。あの、えー、っと、外注さんとか雇えない人って多いと思うんです。それはそれで全然構いません。もうちょっと速度が遅くなるだけです。 だけど、ページを作る速度、文章を書く速度、動画を作る速度、画像を、写真を撮る速度、これは自分の速度を把握しておく必要があるんですよ。何日でリリースできるかっていうのをね、理解しないといけないから。ということは、普段からタイムトライアルをして、速度を早める練習をしておかなくてはいけないんですよ。うん。ここもポイントになります。さあ、じゃあ次、リサーチ。 戻りますけどねリサーチどういうふうにして新商品作るのかっていうと私の場合にはだいたい夜の,あの政治経済系のニュースとあと夕方の情報番組ですね主婦向けのとあとは、えー、っと本屋さんに行って雑誌の表紙を飾っている言葉とか要はトレンドを見るっていうことですね。でそのトレンドが、まあ、早くって 世の中になんとなく言葉としても内容としても浸透してきてるなっていう頃にすぐに商品を作って、投下すると割と売れる可能性が高いです。あの、じゃあ例えば時短クッキングみたいなのを夕方のね、時間にやっていて。で、それが特集として組まれていて、チャンネル回しても特集として組まれていて。 で、書店とかに行ってもなんだか特集として組まれていて、そうするとマスコミがそれを意図,と意図してそこを見せてるっていうことだから、皆さんの脳に時短とかいうキーワードがすり込まれていたら、時短っていうものを出すと反応がすり込まれてる予定なのでね、あるはずなんですよ。だけれどもそれはマスコミレベルのマス、要は多い人数の人たちが反応するように設計されているので、それが皆さんのお客様が反応するかどうかわからないですよ。 だから自分のお客様がじゃあ時短っていうキーワードを作った時にどういう時短なら反応しそうか誰っていうのを定めてこういうものなら反応しそうとかね時短っていうキーワードだって業界によって全然違うじゃないですか例えばお料理業界の時短は分かりやすいですけどじゃあフィットネスエステ業界とかでの時短って嬉しいのかとかいう世界です従来型的にはじっくりやってくれると嬉しそうな感じじゃないですか なんか、もてなされてるような感じね。癒しのレベルで言うと。あと、なんか、時間が短いと、本当に成果出るのかなって不安になっちゃうから、通常は時間が短いってデメリットになるはずなんですよ。だけれども、じゃあそれをメリットに思う人ってどういう人なんだろうとか、まあ、そういうのを考えたときに人間像が出てきますね。例えば、私、ネイルサロンとかね、まあ、この間も行ってきたんですけれども、これ、あ、ちなみに今度のね、今度表紙の <laughs>、 色に合わせてもらってこれやってもらったんですけどっていう予断はさておき、うん、えとネイルサロン行ってきましたで私ね日頃からネイルサロンであのこれを実現してほしいなと思っていることが実は1個あって片手片手でやるので多分2時間半とかかかっちゃうんですよ片手ずつ同じ蹴りを持った技術者が 両、両、片手片手を二人で同時にやってほしいって私は思うんですよ。そうすると一時間ちょっとで済むじゃないですか。二時間って何気に長いんですよね。倍、ま、と、あ、は言わないですけど、時間が短くなることでもしかしたら私1.5倍とか払ってもいいかもしれないってちょっと思ったりしているんですね。それは時間が大事だからなんですよ。で 要はそういう人を相手にするっていうふうに決めるとあの時間がない例えばなんか事業主オーナーのための時短のネイルサロンみたいな言葉とかがあればもしかしたらそういう人たちだけが行くかもしれないじゃないですかだから業界に置き換えた時に時短っていうキーワードを見たじゃあどうしようかなっていうふうに考えるっていうことですよねで例えばじゃあコンサルタントで時間で大体ね契約してますよね 分分とか30分とかかこれ短いとじゃあ15分って嬉しいのかって言ったらまあうれしくはないはずなんですよねそれなりに時間かけてもらって喋ってもらうのが嬉しいと思うからだけれども高くて頼めないっていう人が15分とかだったらピンポイントで答えがもらえればいいっていう人がもしかしているかもしれないじゃないですかそしたら15分でどうやってピンポイントで答えを出すかっていうのを 私検討して商品作ればそれ本当に需要があるかどうか投げてみてなければやらなきゃいいっていうそういう感じなので仮説と検証ですね一個の社会情勢があってそれを自分の業界に置き換えてでそれを買う人はどういう人なのかっていうリサーチ企画人間ですねどういう人なら買うかっていうでその人ならこういうふうに変形させれば買うかもしれない で分かったら今度ラフな商品企画3番に行くわけですよ。で、ラフな商品企画が出来上がったら、どこをキャッチーにすれば、その明確な人間像の人は反応するかどうかを考えて、私は慣れてます。キャッチーな文章を書くのはね。で、これで反応がなかったら、あの、捨てようみたいな、そんな感じです。 違ったなって言って。だからまた情報番組見たり、また書店とか見た時に、また考えるか、みたいな。ここが割と早いんですよ。回転サイクルが。で、いよいよ皆さんの反応がいいと、バーっとコメント入ります。わ、これ欲しいとかいいですねとかつって言って。あ、これはいけそうだなと。で、分かったら真剣に商品企画作ります。ちゃんと。値段も決めたりとか、細かい内容、どういうサービスで、どういう商品なのかって。で、 それを真剣に売れるランディングページに書き起こします。そして出来上がったのを反応をくれた人たちにお声ねいただいたの、商品こんなの出来上がりました。よかったらいかがですかということで。しかも多分そのプロトタイプ特に最初にやるのってさっき言ったように私作りながらあの発表しちゃってるケースが多いんですよ。そうすると最後までの商品の保証ができないようなケースがあるから モニター価格っていうのを設定して、で、本当の正解より安くすることによって、最初から伝えておきます。今2、2位までできているけれども、やりながら作っていくので、そのあたりは先の文の教材まで見れませんけど、ご容赦くださいみたいな感じとかを最初から 言っておきます。そうするとかなり早く売れる商品を作っていき、販売をし、欲しい人だけに見せて売ることができるから100、100%売れる商品企画になるということなんですよ。だから一見二度手間風に見えるんですけど、これをやっちゃう方が集客できない売れないとかっていうことがなくなります。なぜならば売れる商品しか作らないからです。<laughs> 売れないって最初の段階で分かったものは作らないから、 集客とかできないとかっていうのが関係ない領域になります。でこれは商品企画の設計の時です。だけれども、私にとって出来上がっちゃった商品を頑張って売っていくっていう時があります。それはどういうケースかっていうと、例えば自分がやりたい誕生日のライブツアーです。サックスライブツアー出版記念のね、これ2年連続やってますけど、多分来年もやるんですけど、 これってみんなが欲しいとか欲しくないとかじゃないんですよ。私が <laughs> やりたくって、しかも誕生日っていう一日ってもう決まっちゃってるから日が、日付を動かせない、やりたい決まっちゃってるって言ったら、企画がどうのこうのじゃなくって、もうやることが決まっちゃってるんですよ。っていうことは、あとその中身を、えー、内容多少ボリュームを変えたりとか、来てくれる人ある程度想定します。 でその人たちが喜ぶようにプログラムを作りますだけれどもその時にはやるっていうことが決まっちゃってるので魅力的に見せるようには後付けて努力はするんだけれどもそれを全方向に向かって発表していくっていうことなんである特定の誰かに絞って反応があったものだけ作る方がはるかに集客は楽です。 だから私の中では自分のわがままで作っちゃった商品は必死に告知をしながら集めていくということをしなきゃいけないんです、私とて、そ,そんな感じなんです、だからそ,その領域においては楽しいからやるので赤字ベースで作ってます、もちろん黒字になれば嬉しいけどねっていうのは仕事の領域はちゃんとリサーチしてからやってます、で売れるものしか商品化しません。 なので、売れます。100%。売れるものしか作らないから。この思考があるかどうかですよね。で、さらに、その話を聞く相手っていうのが、自分に近しい人の方が売れるんですよ。だから、そもそも商品企画をやる前に、お客様を手元に持っておく方がいいんですよ。濃い人、自分に興味がある人、自分の商品が好きそうな人、そのコミュニティを作るために SNS で大体使います。 うん、で、そのコミュニティに対してこんな商品どう思いますかって聞いていや、いいですね、欲しいですって言ってね、言ってくれるで、欲しいが確約はされてないんですよねだって値段も言ってないし内容もわからないからだからその反応してくれた人が最大限見た瞬間に欲しいだろうと思うページを作るっていうのがその後に控えているんですだから、まずライトに発表してみるあ、いらんのかとやめよう。 これ板で少ないです。時間もかけないから。で、出した。あ、欲しいらしい。慌てて作ろう。頑張って。みたいな感じでやるので、それは売れていく。だからスピード勝負になりますね。この領域になると。ですので、あの売れる商品を100、100%売れる商品作りたかったら、お客様が欲しいものだけを作るっていうふうにすればいい。 なので注意しなくてはいけないのが私のさっきのバースデーライブのように自分主体で自分が決めて自分がやりたいようにやるものは全て集客が難しいケースもあります私もなんやかんや埋めてますけれども自分主導で始まっているものは相手を合わせていってもらわなくてはいけないので説得が必要になるので最初からリサーチしている売れる商品やるよりはるかに難しいです。 だから、もしも皆さんが最初にリサーチをして、軽く売れるかどうかも確認しないで商品を作ってしまっているとしたら、それは集客できないですよねっていう商品が出来上がってしまうのは、ある意味当然なんですよ。じゃあ、次はどう考えるのかって言ったら、売れない商品は売れないものとして諦めて、はい、次っていう商品を次々に作っていくっていうことです。で、ライトに出して、あ、売れるなって言ったのを本当に真剣に作って売ってみるっていう。 これをやる方が売れない商品って分かってるものを売れるように頑張るよりはるかに楽です。なぜならば売れるって分かってる商品を売るからです。で、この時にやっぱりね、人数少ないと辛いんですよ。ファンになってる。だから普段からの交流、発信は欠かせない。で、その上で商品作るっていう。これが必要になるので、あの、これができてない場合にはちょっとね、考え方変えてみてもらった方が いいかもしれません。はい。私は昔からこのやり方でやっていたので、ほぼ作った商品は自分がね、わがままで作る商品以外は全部当たってます。はい。なので、まあそのエッセンスを今日はちょっとお伝えしたので、商品企画の、えー、参考にしていただければと思います。では、まとめていきたいと思います。保存版、高橋隆子流100%売れる商品企画の作り方。7つのコツ。まず1つ目、リサーチ。 2つ目、ペルソナ設定をする。3つ目、ラフな企画を作っていく。4つ目、引きのいいキャッチーな紹介文章で、3つ目に作ったラフな商品を本当に売ってみる。ここで反応がなかったら、えー、闇に葬るで。5番、反応がある、欲しい人を目星をつける。で6番、真剣に商品を作るで。7番、真剣にランディングページを作って 5番で欲しいと言った人に見せて売れるかどうか。この流れがあると結構ね、売れますよ。普通に。<laughs> 最初のリサーチとか見余りあらなければですけれどもね。はい。ということで、あの、皆さんがね、集客ができない、商品が売れないって困ってる人は、今一度この、あの、ルーティーンをやってみて、えー、試してみてください。で、そもそもの私紹介できる人10人しかいません。 という人は、まず自分が紹介できる人を集めてください。発信量が圧倒的に足りてないです。10人しかつながっている人がいないというのは。本当に興味がある人を集めていくときに、発信量が多ければ、勝手にある程度の人数は集まってきます。こういい人がねで。それに相応する発信ができていないという場合には、まずそこから見直さなくてはいけなくて、特に企業当初必要なのは、 えー、商品そのものよりもお客様です。興味を持つお客様が先にそこにいて、そこに初めて売れるであろう商品を投下するっていうのが順番として正しいので、ぜひこの点を、えー、考えながら商品売ってみてください。<laughs> はい、以上になります。よろしくお願いいたします。それでは。